皆さんこんにちは。岐阜市立女子短期大学国際文化学科の紹介をします。国際文化学科では多文化共生社会に求められる多様な価値観を許容する力やコミュニケーション能力を高め、創造的に課題に取り組める教養人を目指します。海外だけでなく日本国内の身近な国際化にも目を向け、他者とよりよく共存する方法を考えます。そのためにまず私たちの基盤になっている日本の文化や日本語のほか、情報科学も学びます。英語、中国語、韓国語のスキルアップも目指します。さらに多様な文化、社会から多文化共生を考え、加えて社会の橋渡しとなる科目も学べます。こうした学びの結果、2年次にはゼミの中で地域の多文化共生に向けての取り組みを行う学生さんもいます。国際文化学科の特徴は少人数アドバイザー制です。8名程度の学生さんに対し教員1名がアドバイザーになり、2年間を通してきめ細やかなサポートをします。卒業後の進路は主に地元の人々に貢献するために働く就職の道、4年生大学への編入学の道もあります。令和2年度には就職率 93.9% という成果を上げました。岐阜市立女子短期大学国際文化学科で人生をよりよく他者と共存して生きるための方法を模索してみませんか？今年度のオープンキャンパスの日程はこちらです。